音楽イベントのフライヤーってどれもおしゃれでかっこよくない？そうだね。参加者を紹介する写真もそれぞれのチームの雰囲気とか特徴が出ててすごいなって思うよ。写真か。やっぱり小羽はそこに目が行くんだね。うん、構図とかアングルとか気になっちゃって。こういうのプロの人が撮ってるの？そういう時もあるし、小羽みたいな撮るのが上手い人が知り合いにいればお願いするっていうこともあると思うよ。そうなんだ。じゃあ、あんちゃんたちの写真を撮るときは私がやってみたいな。私も小羽に撮ってもらいたいな。けど、ビビットバットスクワットで撮るなら小羽も映る側だけどね。あ、そうだね。